続いてのプログラム、サンフレッチェレディース2022スプラッシュの皆さんです。大きな拍手でお迎えください。皆さん、グーテンモールゲン、グーテンモールゲン、おはようございます。おはようございます。久しぶりにこの時間にね、ステージお昼時でちょうど皆さん心地がいい時間じゃないなんじゃないかなと思います。それではまずは私たちスプラッシュの自己紹介をさせてください。アイです。ハクナです。ミクです。アイコです。ワコです。モモです。ルイカです。ココハです。8人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、まずは早速曲いきましょうか。はい、はい、それでは初めの曲聴いてください。私たちのオリジナルソング、 Never Give Up。サンフレゴーゴー、サンフレゴーゴー、サンフレゴーゴー、街に合わせてスプラッシュ、ワッシャイ。迷いながら歩き続けてきた長い道、きっと明日につながってる。はいはいはい、ワッシャイ。自分らしさなんてそんなものわかる、はいはいはい、マッシャイ。恋に傷ついた夜も、夢破れそうな時も、私だけの地図を描いて、いつでもたった自分を、鬼は信じて、
2曲続けて、はい、お届けしました。最初に聴いていただいた曲は私たちのオリジナルソング、うん、ネバーギブアップと、はい、真野みどりささんのアイドル魂でした、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったね。久しぶりに、ね、すごい楽しかった。じゃあ、ね、2曲踊ったということでちょっとね、はい、お腹が空いてきたし、ね、今日もね、うん、そう、美味しいグルメがたくさんあるということで、うん、グルメ情報でーす。今日はですね、広島県府中市の特産品ブースが出展されています。そこではビンゴ府中焼きだったり、洋紙ケーキだったり、府中市ならではの、美味しいものがたくさんあるので皆さんぜひぜひ行ってみてください。すごいね、美味しそうな匂いがね、すごかった。その場でね、鉄板で焼いてたよね。そうそうそう、すごかった。そう、このね、美味しい食べ物とかたかったは、11時から販売されていまして、うん、試合開始15分までしか販売されていないので皆さんお早めに行ってください、はい、というか終了、販売全部売り切れてしまったら、うん、販売が終了してしまいますので、うん、食べたいなって思った方は急いで行ってみてください。はい、行ってみてくださいね。はい、それでは、うん、次の曲に行きたいと思います。次の曲は三次体操をします。なんとなんと今日からスペシャルゲストが来てくれているということで、みんなで呼んでいきましょう。せーの、サンテくん、フレッチェちゃん。うわ、久しぶりにオフタクマがこのステージに帰ってきてくれました。ありがとう、ありがとうございます。可愛くてかっこいいオフタクマが来てくれたということで、まずはね、今日はJAL の方々がこのエリオスタジアムにブースを建てられているということで、やっぱ JAL さんといえば旅じゃないですか、はい、だからちょっとサンチ君に代表してどっか行きたいとことかあるかなって聞きたいんですけど、ちょっと愛ちゃん通訳いいですか。はい、久しぶりの通訳やらせていただきます。そう、愛ちゃんはね、熊語が理解できるんですよ。え、そう、やっぱそうだよね、うん、そう、サンチ君は国立競技場に行きたいと。やっぱりそうだよね。ここにいる皆さんもそうなんじゃないかと思いますね。やっぱりね、行くじゃろ国立から、取るじゃろ頂点になりましたから、はい、皆さんぜひ一緒にぶち熱くこれからも応援しましょう、はい、ということで、そのね、次の一戦に向けて、今日の試合、そしてルヴァンカップ決勝に向けて士気が高まっているサンチくん、フレッチちゃんと次はサンチ体操を一緒にやりたいと思います。準備 OK？ 久しぶりに一緒にお二熊さんとできるので元気いっぱいスプラッシュもやりたいと思います。それではいきますよ、ミュージックスタート。踊ってるんです。今日はね、サンチ君フレッチちゃんはこのままちょっと私たちのステージが終わるまで一緒に
いてもらおうと思いますので、皆さんぜひぜひパシャパシャしてください。はい、ということでね、今日はなんと先着プレゼントが豪華となっていまして、いっぱいあるね今日ね。はい、まず最初に、この後13時から、先着1万3000名様に、ブチ紫ハリセンが配られます。今ね、前の2人が持ってる、そうハリセンが配られます。はい、選手入場時の時に掲げて一緒にスタジアムを紫に染めましょう。そしてなんとなんと、先着6000名様にオリジナルタオルマフラーが配されます。タオルマフラーもらえるのは大きいですよね。結構ね、回すところとかね、いっぱい出てくる会試合中、チャンスの時とかね、回しますから、皆さん一緒に回して今日もぶち熱く応援しましょう。それでは早速いきたいと思います。はい、皆さん準備はいいですかね。 OK。 あ、皆さんぜひ一緒にタオルをお持ちの方は一緒に回してください。あと手でもいいので回してください。隣の人にぶつからないように。確かに確かにね。それでは行きましょう。ダメダメダメ、そこダメですよ。仲良くしてください、仲良くしてください。それでは行きましょう。サンフレッチェ広島公式応援ソング、ときめいてハットトリック。久しぶりに来てくれたということで、ちょっと写真撮影しようかなと思います。
はい、ぜひ一緒に撮りましょう。じゃあステージの上ステージに上がってもらおうか。あ、いい？ありがとう、ありがとう、はい。大丈夫、はい、すごい運動会みたいなことだね今ね。大運動会はい、それではまずは真ん中からいきましょうか。1,2,3 サンフレッチェ、1,2,3 サンフレッチェ。まず左側の方からいきましょうか。はい、はい、準備 OK ですか。いきますよ、せーの、1,2,3サンフレッチェ。はい、はい、OK かな。じゃあ真ん中、幅広いけど、はい、いろんなとこに目線を、はい、じゃあちょっと長めに行きましょう、行きます、せーの、1,2,3サンフレッチェ。OK かな。はい、はい、じゃあそれでは最後左の方、右の方いきますよ、せーの、1,2,3 サンフレッチェ。はい、OK かな。どうしよう、こっちにね、実は究極右の方というのがあるんですよ、はい、行きましょう。サーチ君、のぞけるかな、のぞけるかな。ありがとう、ありがとう。映るかな？よし、じゃあ行きましょう。せーの、1,2,3 サンフレッチェ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今ね、手を振ってくださった、あの、私たちと一緒のポンポン持ってる方たち、ドリームレインボーさんが次のステージ披露されますので、皆さんぜひぜひ楽しんでください。そして私たちスプラッシュのステージは13時25分からとなっていますので、ぜひ2回目もお待ちしております。それでは以上、サンチェ君、フレッチちゃんとスプラッシュでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだイベント続きますので、ぜひそのまま楽しんでてください。次はドリームレインボーの皆さんです。また後でありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。とても可愛いパフォーマンス見せていただきました。